そして今年はいつになく厳しい値上げの春です。宮城さんです。はい、物価高騰は様々なものに波及しており、小売店も悩ましい日々が続いています。地域密着で親しまれる広島市内のスーパーです。この春、物価高騰の影響を受け、多くの商品の値上げに踏み切りました。小麦に関しては、以前はまあ特売で138円9円とか、まあ、150円ぐらいだったのが、今では特売でこの222円ぐらいで出しているのが現実ですね。小麦の取引価格は4月から 17.3% 引き上げられました。値上げの理由はウクライナ情勢が引き起こす供給不足です。さらに深刻なのは食用油の高騰です。特売で今333円ぐらいでやってますけども、もうほとんど倍に近い値段になってしまいました。売れないからどうしよう、やっぱりもうちょっと値段下げようってなると利益が削られてくるし、なかなか本当に小売としては難しいところです。大手メーカーは原料価格の高騰を理由に1キロ当たり40円以上の値上げを決めました。わずか1年余りで5度の値上げです。油は惣菜調理にも欠かせません。看板商品の弁当は利益を度外視し、値段を変えずに提供するものの、人気商品のチキンカツは5割の値上げをせざるを得ませんでした。文字にして申し訳ございませんっていう、こういうことまで伝えないといけない状況になってるっていう。そうですね、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいなので、少しでもご理解いただけるようにと思っています。油は上がってますね。200いくらで買えてたのがもう300円出ますからね。しょうがないですよね、こういうご時世だからね。うちらももうね、入るもんは決まった年金暮らしだけ、ちとでも安いところで思うて、なかなか厳しい世の中になりましたね。さらに原油高による製造・輸送コストの上昇で乳製品まで値上がりしています。物の値段ばっかり上がっていく感じで、会社としてはやっぱり利益も取れないし、その給料も増やすわけにもいかないし、だから どうなるのかも分かんないですよね。現在の物価高について専門家は厳しい見方を示します。主婦の節約術でとか、なんか企業の企業努力でとか、そういうレベルでもないと思います。政府には減税やエネルギー産業などへの補助金、新たなサプライチェーン構築のための支出といった財政政策により実体経済を守る必要があると考えられます。生活に直結する価格の高騰、影響は今後さらに拡大すると見ています。資源価格高、原材料高の話なので、及ぶ範囲っていうのはもうそれこそほぼ全ての産業に及ぶんじゃないんでしょうか。優良な企業でももう経営環境がどんどんこう経営状態も悪化していって、実体経済がに悪影響がこう波及していくので、これは止められるのは政府だけだと思います。少なくとも短期では。政府は今月末までに新型コロナ対策の予備費を活用した緊急対策を示す方針です。日々の暮らしに直結する物価は、原油高や遠く離れたウクライナ情勢など、先の見えない世界情勢に大きく左右されています。